はい、こんにちは、ともです。今日は最近僕が買ったお花の紹介と、あと今年の春からどんどんお花がまた春苗とか出回ってくると思うんですけど、今年買って育てようかなって思ってるお花とかをね、紹介していきたいと思いますので、よければ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。はい、まず最近買ったお花ですね。ここに置いてあるんですけど、数はそんなにないですけれども、いろいろと買ってきました。まず、こちらですね、ちょっと寒さで葉っぱが少ないんですけど、ヒューケラを買ってきました。ハルディンのヒューケラで、パリっていう品種ですね。今ちょっと紅葉して赤っぽくなってますけど、あのシルバーリーフというかね、青っぽい、グリーンの葉っぱの、ヒューケラですね。このパリって品種、何度か育てたことあるんですけど、結構夏に枯らしちゃうこともあったんですが、今 PW のね、ヒューケラドルチェっていう品種のヒューケラを4株か5株ぐらい、外で育ててるんですけれども、ハルディンのヒューケラも育てたいなと思って、こちらのパリを買ってきました。このパリっていう品種はもう花芽が出てるのがわかると思うんですけど、花つきがとても良くて、春以外でも開花してくれることがあるそうなので、こちらのパリっていう品種を選んで買ってきたっていう風ですね。最近コメントでいただいたりとかするんですけど、ともさん最近一年草より宿根草とかの方がなんか割合多くなってませんかっていうコメントがあったりするんですが、ここ何年かは一年草をね、結構一鉢ずつ育てていくってスタイルが多かったんですけど、去年ぐらいから大きいコンテナに植栽したりとか、一年草だけじゃなくて多年草とかリーフとかいろいろ組み合わせて植栽していきたいなっていうふうに思ってて、結構癖でお花ばっかり買っちゃうんですけど、リーフとかね、多年草とかね、割合増やしていけたらいいかなと思って今計画してます。はい、続いて最近買ったお花、こちらですね。クレマチスを買ってきました。プリンセスダイアナっていうチューリップ型の赤いお花が咲くタイプのクレマチスですね。ミクラっていう品種は去年の秋に植えたんですけれども、クレマチスもうちょっと育てたいなっていうのがあって、こちらのプリンセスダイアナっていう品種、結構人気で、あのメジャーな品種だと思うので、目に留まったので買っちゃいました。まだあのどういう風に鉢に植えてどんな風に仕立てるかっていうのは考えてなくって、アンドン仕立てにするのかラティスに這わせるのかちょっとまだ分かんないですけれども、こんな感じでね、新しい芽が生えてきてます。冬には強剪定して株をコンパクトに冬越しさせることができますので、冬のお花と春からの芽吹きと同じ場所でもあんまり被らないかなと思って、こちらの品種のクレマチスを選んできました。よく見ると切り花にもっていう風に書いてあって、あんまりクレマチスって切り花にするイメージなかったんですけど、この赤いお花切り花にできたら素敵だなと思って、こちらの品種を買ってきました。はい、続いてこちらですね。これは一年草なんですけども、オルレを買ってきました。まだ葉っぱしかないんですけれども、セリ科の白いお花が咲きます。毎年こぼれ種で、ね、生えてきたりとかするらしいんですけど、去年の秋に種をまいても全然発芽しなくって、種からうまく育てられなかったので、僕は苗を買っちゃいましたということで、これもね、切り花にできるっていうことで、どんだけ切り花にしたいんだって話なんですけど、一つ買ってきました。種を取ってまた秋にリベンジしたいなと思っています。はい、続いての購入苗はこちらですね。デイジーなんですけど、普通のよく売ってるデイジーとはちょっと、趣が違うというか、ちょっと野生っぽい感じがすると思うんですけど、これイングリッシュデイジーっていう、まあ多分園芸品種の原種なのかな、イギリスとかだとそこら辺で生えてるらしいんですけど、イングリッシュデイジーのピンク色が育てたいなって思ってたんですけど、まあ、ピンクはちょっと見つかれなかったんですけど、白が売られてるの発見したので思わず買っちゃったっていう感じですね。値段も198円で割と安かったです。ピンク色のポンポン咲きの可愛いデイジーも今外で育ててるんですけど、こういうシュッとね、スラッとしたなんか山野草っぽい雰囲気もあって、イングリッシュデイジーいいなと思って、これは5号鉢ぐらいの小さい鉢で育てていきたいなっていうふうに思っています。こういう白くてソソとした雰囲気の花が好きで、一般のデイジーよりも開花期間は多分春寄りというかね、短いと思うんですけれども、これもこぼれ種で増えたりするらしいので、もし種が取れたら、秋まきできるといいかなっていうふうに思っています。はい、最後の購入苗はこちらですね。マックスマムっていうお花です。サントリーフラワーズのマーガレットを品種改良して、マーガレットの仲間かな、キク科の
多年草ですけれども、普通のマーガレットよりも株もお花もとても大きい品種です。何年か前にマックスマム育ててて、最初ホワイトを育ててたんですね。それがすごくたくさん咲いてくれてよかったので、その次の年に結構4色ぐらい買って育ててたんですけど、結構色によって成長にばらつきがあって、いろんな色を買うよりまた1色だけ育てようかなと思って、こちらのホワイトを僕は選びました。 PW のホワイトモカっていう白いマーガレットも育ててるんですけれども、このマックスマム、この写真だけじゃちょっと分かりづらいと思うんですけど、白なんだけどもちょっとニュアンスカラーというかね、若干花びらがクリーム色っていうか、グラデーションになってて、中心のこの登場花の部分とのコントラストも可愛いなと思ってこの白色を選んできました。やっぱりマーガレットよりもすごく大きい花が咲くので、大きい鉢に植えるのがいいと思うんですけど、うちだとまあ8号鉢ぐらいが限界かなっていうふうに思いますが、夏越しさせて毎年楽しむっていうよりは1年草間隔で今年の春育ててみたいなっていうふうに思います。マックスマムってカラーバリエーションが豊富で、朝焼けピンクとか夕焼けレッドとか、そういうニュアンスカラーのシリーズも出てるんですけど、個人的に黄色とかピンクが他のマーガレットにはあまりない色なので、気になる方は育ててみてください。はい、ということでいろいろ買ってきたお花を紹介したんですけど、ここからは今年自分でまた追加して買おうかなと思ってたりとか、あともらったりとか、そういう予定のあるお花を紹介していきたいと思います。まず今年買おうかなと思ってるお花は日日草のフェアリースターですね。サントリーフラワーズの日日草なんですけれども、とっても小さいお花が咲きます。このチャンネルで何度も紹介しているので皆さん知ってると思うんですけれども、普通の日日草よりお花が小さくて株もこんもり自然にまとまるので、とっても育てやすいっていうのと、カラーバリエーションもとても豊富ですし、切り戻しからの回復も早くて、あと群れにすごく強いので、夏に群れたりとか寄せ植えでぎゅうぎゅうに植えても群れて枯れることがないので、育てやすくてとてもおすすめです。ペチュニアみたいに雨をそんなに気にすることもないですし、花柄が自然にポロッと落ちるので花柄摘みの必要もなくて、常に綺麗な状態で咲いてくれるので、とても育てやすくておすすめです。去年は確かピンクウィズアイだったかな、新色のピンクをプランターの植栽の一部で育ててたんですけど、プランターに植えたら結構ドーンって大きくドーム型に育ってくれたので、今年も一苗買ってきて育てようと思ってます。色は何色を買うかまだ決めてないんですけれども、買うときにお店に行って考えようかなと思ってます。多分5月ぐらいから販売されるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いて買おうと思ってるお花は、お花というかリーフなんですけれども、カラジウムハートトゥーハートっていう PW のカラジウムを買おうと思ってます。去年スノードリフトっていう白い斑が入るタイプのカラジウムハートトゥーハートを育ててたんですけれども、とっても雰囲気があって南国チックというか夏らしい植栽にすごく映えるなと思って、さっき紹介したイングリッシュデイジーみたいな白くて清楚な雰囲気のお花も好きなんですけど、夏南国って感じのトロピカルな雰囲気も大好きなので、そういうコーナーというかね、植栽をまた作りたいなと思ってるので、そこにリーフとして植えようと思ってます。普通カラジウムっていうとあんまり直射日光に当てちゃうと葉焼けしちゃうんですけど、このハートトゥーハートは日差しに強くって、日向でも日陰でもどっちでも対応してくれるっていうのが育てやすくていいなと思います。熱帯の植物なので寒くなると枯れちゃうんですけれども、球根植物なので掘り起こしてまた気温が高くなってから植えてあげるとまた芽が出てくるということで、去年掘り起こしたんですけどどっか行っちゃって、今年また買おうと思ってます。なんか意外と球根ちっちゃくて、こんな感じでコロンコロンって感じの球根でしたけど、いろんなカラーがあるんですけど、多分今年もスノードリフトを買うかなっていう感じですね。はい、続いて紹介するのはクライミングサンパラソルですね。サントリーフラワーズのマンデビアの品種なんですけれども、サンパラソルって普通のサンパラソルとサンパラソルビューティーとサンパラソルジャイアントっていう多分3タイプぐらいあったんですけど、かつてサンパラソルビューティーだったピンクとかホワイトはそのままなんですけれども、大輪系のレッドとホワイトと、あと中輪のフリルレッドっていう新色が新しく追加されてます。特に大輪のレッドがおすすめですよっていうサントリーフラワーズさんのチャンネルでも紹介されていましたので、去年もサンパラソルいただいて育ててたんですが、今年は冬越ししなかったんですけど、冬越しすれば
毎年株が大きくなってすごくたくさん咲いてくれましたし、こういうつるタイプのお花って朝顔もそうなんですけど、意外と花持ちが悪くてすぐしぼんじゃうっていうタイプのお花が多いと思うんですが、サンパラソルはつるのタイプの割には成長がややゆったりで、かつ花持ちもいいっていうことで、多湿にさえ注意してもらえれば育てやすくていいと思います。地上部の葉っぱとかつるに病害虫はアブラムシが新芽につくぐらいかなだったんですけど、去年はネキリムシに、あのコガネムシの幼虫ですね、コガネムシの幼虫がついちゃって生育不良だったんですけど、実はなので今年はリベンジしたいなと思って新しい品種も出てますので、クライミングサンパラソル赤色、大輪のレッドを育てたいなっていうふうに思っています。はい、続いて今年育てようと思ってるお花を3つ続けて紹介します。3つとも去年育ててよかったお花で紹介しているので簡単に紹介したいっていうのと、今冬越しして外に置いてあるので買うわけではないんですけれども、とっても育てやすくておすすめということで、ユーフォルビアダイヤモンドスノーとメカルドニアゴールドダストとエボルブルスブルーラグーンですね。ユーフォルビアダイヤモンドスノーはこちらで水差しで冬越し中なんですけれども、まあ、3月に入ってもうちょっと気温が高くなったら鉢に植えていこうかなっていうふうに思ってるんですが、本当にこのお花は手間がかからないですね。水と肥料さえやってれば自然にこんもり咲くっていうので、 PW のチャンネルで僕が育ててるお花の紹介の動画を見ていただいた方もいると思うんですけど、このお花の動画も実は作ってる最中なんですけど、本当にやることがないというか、まあ、肥料と水だけやってる記録なのでちょっと動画作るのに逆になんか困ってるんですけど、それぐらい本当育てやすくて、それも霜が降りるまで12月とかまでずっと咲いてたので本当に育てやすくておすすめです。こういうタイプのユーフォルビアの仲間、群れにも強いので寄せ植えにも使いやすいと思います。寄せ植えで使う際はダイヤモンドフロストでもいいかなっていうふうに思いますけど、ダイヤモンドフロストは一重で、ダイヤモンドスノーは八重でお花がたくさん咲いてるっていうことで、好きな方を選んでもらえばいいと思いますけれども、花壇植えとかにしても白くて爽やかなお花がバーッと咲いてくれるのでいいかなっていうふうに思います。今年は僕も花壇っていうかね、あのウッドプランター、大きいウッドプランターに植えられたらいいかなっていうふうに思ってます。あとメカルドニアゴールドダストですね、こちらも何もしなくても育ってくるお花ということで、日当たりと水と肥料さえあれば広いお花がバーッと咲いてくれて、横に横に伸びていくんですけど、ちゃんと最初の真ん中の方までお花がずっと咲いてくれてて、それで冬は葉っぱが黒く変色して地上部が枯れちゃって、また春から芽吹いてくるっていう風だったんですけど、うちでは常緑で冬越ししてくれています。今でもポツポツお花が咲いてくれてるくらいなので、気温さえあれば常に咲いてくれるお花かなっていうふうに思います。色は黄色一色しかないんですけど、横に横に伸びていくので花壇の縁取りとかグランドカバーにも使いやすいなと思います。お花も自然にポロッと映るので見た目も常に綺麗な状態を保ってくれるのでとってもおすすめです。はい、3つ目のエボルブルスブルーラグーンなんですけれども、アメリカンブルーっていうお花ですね。いわゆるこのお花は一般的なアメリカンブルーに比べると本当に分子性が良くて花つきも良かったんですけど、それでもちょっと切り戻しとかピンチは若干必要かなっていうふうに思いました。そのまま育ててると枝がピョンピョンピョンって伸びがちだったので、 2,3 回ぐらい切り戻しをしてこんもり咲かせたっていうふうですね。そのまま伸ばしてもいいと思うんですけど、切って枝数増やしてあげた方がたくさんお花が咲いてくれると思います。このエボルブルスブルーラグーンがいいなと思ったのは、とにかく青色がすごく綺麗なんですね。なんか紫なのに青って言いがちなお花とかあると思うんですけれども、このお花はスーパートレニアカタリーナブルーリバーよりも青みが強いと思います。ブルーリバーも結構青いんですけど、それよりもさらにブルーというか紫っぽくないというか、すごく鮮やかなブルーで、アメリカンブルー自体を本当大学生の時以来だったんですけど、去年触ってたのがこんなに綺麗な青だっけっていう感じで、すごく良かったので今年も触ってようと思ってます。同じような品種でさらに小型のエボルブルスブルーマイマインドっていう品種もありますので、スペースが限られてる方はそっちの方がおすすめかなと思います。多分カインズホームコラボの商品で、カインズホームだけで売ってるのかな、ちょっとよくわかんないですけど後で調べておきます。お花は朝顔型で1日でしぼんでポロッと落ちちゃうんですけど、花がら摘みの必要がなくて次々に咲いてくれるので、雨とかね風とか気にせずともどうせ1日で散っちゃうので、そこら辺が楽でいいかなと思います。ペチュニアだとね雨風気にすることが結構多かったので、それに乾燥にはめちゃくちゃ強いですね。
本当カリカリになってから水やっても間に合うぐらい乾燥に強いので、暑さの耐性に関しては申し分ないと思うので、ぜひ育ててみてください。はい、今年育てようと思っているお花なんですけれども、全部は紹介できないので、今実際育てててこのまま夏に突入するお花もたくさんあるので、次はペチュニアに絞って紹介したいと思います。ペチュニアも本当いろんな品種があって、今年何を買うかなってみんな悩んでると思うんですけど、僕の中で今年必ず買おうかなと思ってる品種が3つ決まってて、1つ目がマドンナの宝石、2つ目がソフィアの宝石です。去年ゆうきさんにいただいて試しに育てたんですけど、本当育てやすかったですね。マドンナの宝石はマウント状っていうか、こんもり山形に育つタイプで、ソフィアの宝石は横に横にしだれるように広がっていくタイプなんですけど、お花が意外と小さいんですね。あんだけ株が大きくなるのに、お花が小さいのがすごく意外だなと思ってて、あと色もピンクなんですけど、あんまり他にないような色のピンクで、中心が白くなって外側がピンクになるグラデーションで、ただのピンクじゃなくてとっても可愛いピンクなので、今年はまだ育てたいなっていうふうに思っています。花が小さくて雨にも強いですし、生育旺盛で何回も切り戻して頑張って仕立てるっていうよりは、ある程度ちょんちょんちょんで切ってあれればそれなりに咲いてくれる、初心者の方にも育てやすい品種だと思います。ソフィアの宝石も横に広がってとても小さい花が咲いて、花壇植えとか地植えとかにできるとってもおすすめなペチュニアだと思います。ペチュニアだとどっちかっていうと一鉢でドーンって仕立てる咲かせ方が多いと思うんですけど、ソフィアの宝石だったら花壇とか植栽の一部に取り入れられて、去年僕も花壇というかウッドプランターに植えたので、そういう風に植えられるペチュニアってすごく貴重なので、今年も育てたいなっていう風に思っています。詳しくは去年育ててよかったお花っていう多分紹介の動画があるので、そこで紹介してますので、詳しくはそちらは見てください。はい、続いて僕が育てようと思っているペチュニアはスーパージュニアビスタですね。去年はスーパージュニアラビドゥビっていう品種とスーパージュニアビスタのシルバーベリーを2つ育ててたんですけど、特にスーパージュニアビスタシルバーベリーの方がとても育てやすくて、スーパージュニアビスタってどっちかというともうちょっとお花が大きくて株も大きくてちょっと乱れるというかね、わさわさわさって育っていくイメージが勝手にあったんですけど、思いのほかなんかすごくまとまりが良くて、花つきも良くて、密度が良くて、すごく良かったなと思います。もちろんスーパージュニアビスタとても丈夫なので、夏の暑い時期でもお花が減らなかったですし、病害虫とかも全く発生しなかったんで、他のペチュニアはうどんこが出たりとかそういうこともあったんですけど、そういうこともなくってとっても育てやすかったです。スーパージュニアラビドビの方はちょっと枝が柔らかくて横にふわって広がるような感じなんですけど、スーパージュニアビスタの方は枝ががっしりしててドーム型でゴンって感じで、茎がしっかりしてて育てやすいなっていうふうに思いました。白とシルバーベリーとピンク、多分性質は完璧に同じではないと思うんですよ。枝代わりではない気がするので、ピンクの方が若干お花が大きくて、シルバーベリーの方が少しお花が小さいのかな。白とか他の色も気になるんですけれども、シルバーベリーがとっても良かったので、シルバーベリーをまた育てようかなっていうふうには思っています。はい、ということで今日は僕が最近買ったお花の紹介とこれから買おうと思っているお花の紹介をしました。あくまで予定なのでまた変更あるかもしれないし、またアンバサダーでお花いただく予定があるので、その時にはまた紹介したいと思います。もし皆さんがこのお花を育ててみてくださいとか、このお花を育てる予定ですっていうお花があったら、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、この動画が良かったよって方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。過去の生配信や限定動画が見れるメンバーシップもやってますので、概要欄から参加してもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。